いぶ水面が高くなってまいりました小島のレースコース。開催の初日は終盤カードへと移ります。第9レース予選競争の開始です。1号艇には樋口ゆかり、2号艇には武井理里香、3号艇には池田博美、4号艇には武藤彩子、5号艇には堀之内京子、6号艇津田博恵、以上6選手が争います。スタテン同様ゆっくりとピットを離れた5号艇の堀之内ではありましたが、6号艇津田早々と6コースに出ていきました。これによって本番も1、2、3、4、5、6定番通りの体型で固まっていくようです。ゆっくりとホーム側に移動してきたのは人気の一角になりました前走三着連絡み1号艇地元の樋口、2コース2号艇の竹井でセンター3コース3号艇の池田、ここまでがスロー。そして4コース下げていきます。リング2本を変えてきた4号艇武藤の稼働戦。そして前半2レースはインカロ仕切っての勝利。今回はチルト3度です。5号艇の堀之内地元です。ここはもう一歩の人気に押されて5コースからサイアウト6号艇の津田。進入スタイルはスロー3艇、ダッシュ3艇、枠なりです。第9レースは予選競争。進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。9レース。サードの下、1コース、コース、コースだと1号艇と5号艇。さあ、出ていく5号艇の堀之内。じわっと寄せていく。まくっていく。1号艇の腰にかかる。樋口、ズワーッと来るのは3号艇の池田と6号艇の津田。内をついては2号艇の竹井で向こう正面です。差し切ったのは先頭2号艇の竹井で2番手レースを作った5号艇の堀之内。3番手4号艇、3号艇、接戦で一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ世界2号艇の竹井。2番手割り込んでは4号艇の武藤。5号艇、堀之内、外回す。うち作ってくる3号艇の池田。ホームに移りますが5号艇膨らんだ。先頭は2号艇の竹井、2番手負傷は4号艇の武藤、前の2人は2対4待機。注目は3番手1号艇、3号艇、5号艇。レースは2周目と移りました。2番手3番手攻防戦が注目で、4号艇の武藤接近、1号艇の樋口、外を回して5号艇の堀之内、打ち込んでいる5号艇、3号艇、向こう正面の理解す。2番手抜けたのは4号艇の武藤。注目は3番手1号艇、5号艇、地元の余命も2停止優勢、1号艇の樋口、追走5号艇堀之内、その後方6号艇の津田、最後方3号艇トロイキだ。レースは2周目はクロス旋回です。3番手で丸1号艇樋口、後方から切り込んで5号艇の堀之内ですが、6号艇の津田が神になりました。3番手1号艇の樋口ゆかり、上段級は2番4番1番。レースは残り1周の攻防となりました。このレース5号艇の堀之内攻めていきましたが、ちょっとスリット待機、1号艇樋口厳しい状況で抵抗、2艇の競りをしっかりと2コースが差し切ったの2号艇の竹井になりました。2番手は4号艇の武藤、3番手スリット待機厳しかった1号艇の樋口、上段級は2412、2連単に4でもマッシュ 111.4 倍、3連単2410.3倍と後輩と、ラストコーナーが下げるホーム直線コースは先頭2号艇竹井、2番手4号艇の武藤で、3番手1号艇樋口で上段級2対41。先頭2番の竹井がゴール、2着4番武藤、3着1番の樋口がゴール、6番津田、5番の堀之内、ラストは3番池田がゴール。以上小島第9レース後輩と決着でした。第9レース1着は2号艇竹井理里香選手登場です。拍手でお迎えください。はい、お疲れ様でした。どうぞおかけください。想定してた展開でしたか。まあ、そうですね、あの、はい、堀之内さんがまあチルト3だったんで、うん、もう締められるだろうなとは思いつつ、はいはい、空いてるとこもあろうかなと思いました。あ、はい、じゃあそのレース振り返っていきますが、前に今シリーズ1着を取った選手にはこちら、シリーズのオリジナルトートバッグをプレゼントしてますので、はいはい、お持ち帰りください。ではレース振り返っていきます。はい、進入1、2、3、ダッシュ4、5、6、枠成り3対3、武井選手は2コースからです。はい、スタートはちょっと大きなタイミング、はい、遅かったです。はい、ただその堀之内さんがチルト3度で、はい、空いているところをと言っていた1マークしっかり、はい、まあ、空いていて、そうですね、もうでもたまたまもう普通に単マーク回っただけなんで、はい、もう展開って感じです。うん、はい、スタートがちょっと大きなタイミングだったのは、はい、いや、もう自分の勘が普通になってなかっただけです。はい、遅いなとは、はい、思いました。はい、今日はあの前半カードでリングの交換も、はいはい、ありましたが、それはこう気になるところがあったんですか。
まあ、足合わせとかは別に悪くなかったんですけど、うん、いやちょっと上積みしたいなと思って、はい、ちょっとリング入れて試してみました、はいはい、その結果変化っていうのは、まあ、ターンのグリップ感とかは出たんで、うん、いいかなって思ってます。じゃあターンのグリップ感が出て、先ほどの1マークも、まあ、しっかりターンマーク回れた感じ、はい、そうですね。あとは行き足が来てくれたらいいかなって感じです、うん、やっぱりそのあたりでスタートも、はい、もうちょっと前に行けたらいいかなという感じですかね、はいはい。ここボートレース小島は2回目の登場ですけれども、はいはい、水面どうですか？嫌いじゃないです、うん、じゃあますますもっと好きになってもらえるようにはい、はい。明日以降の戦いに向けて、はい、では最後ファンの皆さんにメッセージお願いします。そうですね、明日もここを来れるように、はい、しっかり走るので応援してください。はい、では最後カメラさんをお願いいたします、はい、明日はね、そうなんです、お誕生日なのでね、ぜひここでファンの皆さんにこうお祝いをしてもらえたらいいですよね。明日もぜひ頑張っていただきたいと思います。第9レース1着2号艇武井璃々佳選手でした。ありがとうございました。イエーイ、はい、明日もぜひ待ってます。はい、ありがとうございました。リリちゃん、リリちゃん、1枚1枚、はい、第9レース予選の競争成績です。1着2番武井璃々佳、2着4番武藤彩子、